しげしげチャンネル。どうもしげしげです。本日も無課金サブサブ赤コラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日は魔法石ご覧ください。10個溜まっておりますので、今ねスーパーゴッドフェス開催中なんですよ。こちら引いていきたいと思います。しげパズの方では石が溜まったからエヴァコラボガチャを引いてとんでもないことになってるので、ぜひ見てください。そちらもでは行きましょう。まあ狙いとしてはアテン欲しいな。ここに今ラインナップされてるのを見て思い出したんですけど、アテン欲しいな。アテンいたらだいぶ楽になるとこあるよね。行きましょう。まああとは普通にグランディスとかも持ってるので、レムーとか出たら熱いね。とにかく星7、星6フェス源、星7フェス源、ありがとう。はい、ということで本日は7月のクエストをやっていきたいと思うんですけれども、チャレハチに関しては初見でシゲパズの方で攻略しております。そちらまだ見てない方はぜひ見てください。このアカウントではチャレ9からやっていきたいと思います。落ち込んなし回復なしっていうダンジョンなんですけれども、どういうダンジョンだろうね。前回の6月のチャレ9で言うとめちゃくちゃもう最後の最後まで、苦戦したんですよ。なんでこのね、まあ、初日ですけれども難しいところ、いつも癖のあるチャレ級サクッと攻略しましょう。さあ行くぞ。はい、とりあえず様子見のメノア RJ パーティーです。まあ一応ね耐久もできて威嚇もできて、で吸収無効、属性吸収無効もあるし、全体性積んであるし、対応力で言うと高いと思います。やっていきます。逆に言うとこのパーティーでダメだと、もう、あーお、いきなり、あーおって声出ちゃったよ。いきなり吸収無効か。まあ、そしたら、リーチはまだたまらないにしろ、こっちの、上杉の武器があるので、それで行きましょう。ただ、大丈夫かな？回復なしのダンジョンなんですよ。それだけさ、やばくない？まあ、とりあえず時間稼ぎたいので、大国を使います。大国使って、まあ、リーチを貯めたい気持ちもあるので、前職決めていきましょうか。インドラ温存で、いつもの流れだとインドラ使ってからのリーチ初手変身とかねしてるんですけど、一旦インドラ温存で、はい、これでスキルチャージかかっていきます。OK、 じゃあ変身しようか。変身して、前職ある。まあそりゃそうだよね、回復なしって言ってんだから。回復なしで欠損続いたら最悪ですからね。まあ欠損の話で言うとね、チャレ中をしげしげ艦隊で挑んだ動画があるんですけど、しげしげのスキルを使ってもしげしげのリーダースキルが発動しないっていう、そういうね絶望的な状況を経験してるんで、今の僕は強いですよ。特にもう今日からフリーランスですし、特に強いよ。でリーチ溜まっちゃうな。一旦だけ待ってあげる。まあそしたらもうこれ適当でいいや。リーチが溜まるのはもう分かったので、ここで上杉溜まりました。上杉行っちゃって次先生来たら笑ってください。行きましょう。この次先生来たら地獄だよな。上杉ダメってことになるじゃん。はい、これで火のエル入ってるし行くでしょ。 OK 丸ー。次ホルス、え先生じゃない？おいおい嘘だろ、この流れは嘘だよ。どすこい、嘘じゃん、そんな。そしてこれね、一回負けたことによってこのボスがヘラドラっていうことが分かってしまったっていうね。さあリベンジしていきましょう。これスタミナもなくなっちゃったんで、これ本当のラストです。ボスがヘラドラだとして、まあそこに上杉を当てればいいか。じゃあもう序盤は本当に、威嚇してリーチ貯めるまでは全然ありというか当たりで、リーチで突破してリーチ3ターン90無効だから、
2階がホルスっていうのが分かってるでしょ。そこもワンパンして、足りんのかな九州向こうの数的に。まあ行こうか。とりあえずここはスキルダメだ。しっかりスキルチャージを生かしてね、スキルチャージを生かしたスキルダメ。いや、なかなかボスのヘラドラでこれ使うでしょ。だからホルスの次がまた九州向こうが必要だと足んない。すごいダンジョンだよ本当に。チャレ級考える人すごいよね。毎回楽しい。チャレ級のダンジョン作ってる人に届けこの思い。行きましょう。よいしょ。はい、これでしっかりスキルチャージかかっていきます。あ、主変身しないとね。ここに来て欠損、木がない、それは結構まずくて、インドラ、まあ、この次突破の時インドラが一番いいから。あと何ターンだっけ。いや、欠損はちょっと効いてないな。欠損はちょっと効いてないな。これさ、やばい。2。あ、ギリ溜まるわ。これで色あるね。よし、ギリだ。ギリギリでいつも生きてる私。おーいえー。なんか違う気がしますが、一旦いいでしょう。はい、これでリーチ溜まりました。こっからですよ。こっからでして、なんでこれ、3700ぐらい食らってるんだっけ？なんかあったっけ？まあいいや。リーチ使って、ここ突破するんですけど、先制来るっていうのがもう分かってるので、インドラでさらに、いや、待って、でも、一応さ、リダフレ激減はかけられるから、あ、まあ一回行っちゃおうか。うん、食らわないに越したことはない。OK、これで万全の状態で突破。万全で。絶対負けらんないよ。負けたら、ね、ゴッドミス引いちゃったし、もう石ないし。今日何もできなくなっちゃう。頼むぞ。頼むぞ。OK。で、この次ですよ。先制があって、まあ、前職ありますね。そこまではいいんですけど、うん、2415、優しいね。サクッと突破でいいかな。まあ、この属性九州向こう、九州向こうが生きてる間になんとか行きたいよね。これで追加攻撃もかかるから、オッケー、ここはサクッと。サクッと。で、次だね。こっから未知の世界。こっからが未知の世界です。バトル3。おー、光をまとって。うわ、吸収じゃん。危ねえ。3ターン吸収向こう強。ここも対応できるわ。じゃあもうワンパンしかないね。色あるし、ワンパンしかないです。行きましょう。いや、これリーチェ持ってなかったらって考えるとさ、どうすればいいんだろうね。結構しんどくない？何この連チャン。まあとりあえず OK でしょ。 OKOKOK、 よし、これで次だね。ここ次第だよ。あ、ここでヘラドラ。じゃあボスは誰？じゃあだって上杉使ってさ、この次先生とかあったらもうアウトだよ。ボスは誰？チャレ級のボスは誰？ボスは誰？なんでヘラドラじゃないの？なんでヘラドラここで出てきちゃったの？早まったの？来ちゃったって感じなの？そんな。あ、待って。LG 危ねえ。あ、待って。光入れてない。うわ、最悪だ。でも倒したと思う。4色決まってるし、強いから。
あ、あ、待って、使うの忘れた。上杉使うの忘れた。何やってんだ、バカチン。あ、でもここってさ、回復、あ、天才じゃね。あ、そうです、これ、あの、コードパターンしてたんで、回復をもらおうと思って上杉を、使わなかった。それだけです。あ、待って、ここで耐久してさ、耐久できると思うんだよ。だってこの次先生あったらさ、上杉使って突破した時点で負けちゃうから、ここで耐久してリーチェ溜め直すあり。ただリダフレの激減でそこまで受けれるかどうかは分からん。殴り合おう。うん、信じてる。このパーティーの耐久力の高さを僕は信じてる。僕が信じてあげなきゃ誰が信じるって言うんだよ。頼むぞ、頼むぞ。リダフレ激減、ギガントワールド、オッケー、これだよ。で、これ、あの、回復と繰り返しなので、確かね。でも、だんだん威力が強くなっていく系なんで、いつか受けれないタイミングが来るんですよ。それまでに、あ、でも止まるね。多分。イントラートなのか。ここ威嚇通れば一番良かったな。とりあえず引き続き前職決めていきましょう。はい、これで L 字ね。L 字組んでます。いやー、受けれるといいんだけどなぁ。うん、まだ受けれてる。大丈夫。で、この次もまだ。この次受けれればたまるね、リーチェ。まだ1万5000の余裕はあるよ。まあ余裕かどうかはさておき、この次耐えれればセレスの力をまとった。さあ受けれるのか。うわ、これ怖えな。威嚇通れば一番良かったな。まあでも行きましょう。これが受けれればこのボスは多分どうとでも対応できる。落ち着け落ち着け。これで練習決まってて、 L も組んでる。受けれて、受けれて、お願い。リーチェ溜まった。受けれて、受けれて、ソウルバースト。おーし、勝っただろ、これは勝っただろ、絶対勝っただろ。リーチェオン。で、あ、回復の行動を食らってからでもよかったな。まあいいや、回復5個あるんで回復できると思う。知らんけど。行きましょう。なんで最後だけ雑になったんだろうな。まあいいや。回復で L 組んで、OK、バッチリ。バッチリオブザイヤー受賞。頼む！いや、回復追いついてないけど、激減かかってる、激減かかってるから。3万6000あってさ、激減かかってるから。おー、強そう！何する？何する？あ、吸収。また吸収なんだ。あ、デバフ。あぶね、オーディン使っといてよかった。あ、オーディン取っといてよかった。え、これ勝ったでしょ。おい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 。これ、キー53いけるし、前職あるから、この盤面でいきます。オーディンオン。怖えー。失敗は許されない。いきましょう。キーでしょ？ここに、木の L 入れて、で、火は下で、これで、あ、素晴らしいんじゃないですか。頼むぞ。いけよ。頼むよ。いかない。やばい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 。怒る、怒るよね。怒るよね。分かってる。で、おお、もうやめて。よし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 。よし、これはいける。吸収残ってるよね。オッケー。リーチェ強。じゃあ、主でね、変換して、OK。キー33の、まあ、光が5かな。そしたら。じゃあ最後、大国さんで指伸ばして、まあ、エンハンスちょっと上書き、これはあのミスなんですけど、上書きしちゃったんですけど、まあ、多分、削り切れる。キー2コンボだし、光も L にするし。ちょっと、
あー、キーは4でいいか。これでいいな、これでいいな、これでいいな、これでいいな。いけ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 、倒せ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 、よしよし、やるじゃないか。いや、なかなか難しかったぞこのチャレ級。まあリーチェの本当にスキルの周りの良さがいい結果を生んだというか、本当にね、ため直しもできましたし、まあそれで言うとメノアアルシェじゃなかったらあそこのヘラドラのところで耐久できてないですし、はい、とても全てがいい感じになったチャレ級でした。何かの参考になれば幸いです。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。